アトラントサウルスは、竜脚類の疑わしい属の一つである。タイプ標本は、アメリカ、コロラド州にある、モリソン・ルイス層で、地質学者、アーサー・レイクスによって発見され、1877年に、イェール大学の古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュにより、タイタノソリス・モンタヌスとして記載された。マーシュはすぐにタイタノソリスの名がすでに別の竜脚類に、使用されていたことに気づき、 アッテランタソリス・モンタノスと解明した。この骨格は発見された時最初は、椎骨のプラロコルズと巨大さによりの種から識別された。しかし、発見からしばらくして、これらの特徴は、流脚類の広範な種で見つかり、これら二つの基地のアトラントサウルスの椎骨の特徴で、他の近縁種と識別することは、もはや不可能に近い。そのためアトラントサウルスが実際に、 独自の種であるかどうかは不明確であり疑問名とみなされるようになった。研究者の中にはアパトサウルスのタイプ種であるアパトサウルス、エイジャックスのシノニムと考える者も,もいる。1886年に描かれた旧式の復元図アトラントサウルスはアメリカで19世紀に起こった有名なボーンウォーズの期間に記載された種の一つであり、この時期には 科学的方法論よりも学問での賞賛に重きが置かれてしまっていた。ありがとうございます。